札幌ホッケークラブは北海道札幌市をホームタウンとするアイスホッケーの社会人、クラブチームである。前身は日本アイスホッケーリーグ優勝経験のある企業チーム。現在は札幌アイスホッケー連盟が主催する公式試合を中心に活動し、札幌代表として北海道うちの大会にも参加している。練習は札幌市内の月寒体育館。 エモリ記念性オケスケート場やまこまないアイスアリーナで行っている。大手企業主導による下支えのないアイスホッケーチームで複数の企業から募った広告収益や個人からの回避収益の確保も並行して取り組んでいる。元母体は苫小牧市を本拠としていた岩倉組アイスホッケー部。第1回日本アイスホッケーリーグで優勝するなど、 名門チームとして知られていたが、1979年にキューブ、岩倉組キューブ後は、雪印入業が選手を引き受けた上で、札幌市に移転。日本リーグの名門チームとして、名を馳せて自社リンク、雪印スケートセンターを設けるなど、ソフトハード面でも充実したチームとして知られた。1984年1月の全日本。 アイスホッケー選手権大会では初めて2位となった。しかし、2000年に発生した集団食中毒事件の経営責任を取って同社はスポーツ活動を自粛。アイスホッケー部もその煽りを受けて20001シーズンを最後に雪印チームとしては幕を下ろす。雪印配部後は地元札幌市民が中心となってチームを引き継ぎ、クラブチーム札幌アイスホッケークラブ、 札幌ポラリスとして2001、02シーズンの日本リーグに参戦したが、資金繰りが悪化しわずか1年で、日本リーグからの撤退を余儀なくされる。2003、04シーズンの参加を目指して、資金集めに奔走したが、日本リーグへの参戦の目処が立たず、運営会社母体の札幌アイスホッケークラブは、解散した。その後、STB ラジオのパーソナリティで、 銀座園代表取締役の牧安すを理事長として任意団体札幌イーガービーバーズとして改めて設立。2003年に元西武鉄道の選手で日光アイスバックスの監督経験者である若林治夫監督に迎え入れ、2004年には全日本選手権にも出場。埼玉栄高校東洋大学を制し 日光アイスバックスに敗れたものの全国ベスト8に入る。その後、NPO 法人の認証を受ける。しかし、同年フロントと若林が対立したことを分かったため、ポラリスの名称を復活させ、当面は札幌のアイスホッケー文化の定着を念頭に置いた、地域密着型のチーム運営を目指して、地域リーグレベルの大会に参加。2006年には、 同じ札幌市をホームタウンとするサッカー J リーグのコンサドーレ札幌と相互協力提携を結ぶ。2005年にスタートした日本リーグ北海道にも参戦し、第1回の2005-06シーズンは準優勝。しかし2006-07及び2007-08シーズンは4位だった。全日本選手権では長野で行われた2005年大会は3回戦で、 サーパス穴吹キアイーチェシーに敗れ、地元札幌開催の2006年大会は、インカレ1位の東洋大学に敗れ、青森で行われた2007年大会は、東洋大学と再び対戦しこれも敗れて、いずれも全国ベスト8を逃している。だが、アジアリーグ参戦へ向けての資金を得ることはできず、加えてリーグ戦でも苦戦が続いて、選手の流出も続いたため、 NPO 法人での活動は混乱を極めた。結果、2008年をもって NPO 法人は解散し、10月より任意団体札幌アイスホッケークラブとして再出発した。j アイスノースリーグでは2008-09-2009-10シーズンとも読み、2010年4月にチーム名を札幌ホッケークラブに解消。2016年現在は、 札幌アイスホッケークラブリーグに所属。2020から21シーズン J アイスノースディビジョンに復帰。雪印アイスホッケー部に関するカテゴリー。ありがとうございます。